Hi everyone, how are you? So now I'm at Chofu, at a cafe in Chofu, having my breakfast, lunch, brunch, I don't know, brunch dinner, lunch dinner. なんか朝みたいな、昼みたいな、夜みたいなを食べています。So the reason I'm at Chofu is to take my first face-to-face 101 sign language lesson. 初めての101、1対1のですね、1対1の手話のレッスンを受けに今日は調布に来ました。Remember last year in late December, I couldn't wait and、I decided to join one of the group lessons that she offered, that my teacher offered, and、today I had the first one-on-one lesson. 今日は初めての1対1のレッスンだったんですけど、It was so fun, so enjoyable. めちゃくちゃ楽しかったですね。先生も日本語だけじゃなくて英語もスペイン語も韓国語も中国語も結構できる方で、読んだり書いたり、あとまあ手話も含めてできる方で、なのでその言葉へのアプローチとか、どういうイメージを持って相手の話すのを聞いたり、自分が伝えてるかみたいなことを話して盛り上がりました結構なんだろう、単語で丸暗記しようとして映像が浮かんでない人って多いよねっていう話をしましたね。どう勉強してもいいんですけど、こういう風にやると楽だよねっていうね、いわゆる語学の達人じゃないですか先生は。私は自分のことは言いにくいけどでも何カ国語ができるって世間的には一応語学の才能が、言いにくいですけどあるっていうことじゃないですか。で、一応そういう前提で話をすると、こういう風にやると全然別に混乱もしないし、多言語を一遍にやってもなんともないよねって、持ってるものっていうのはそのイメージ力だったり言い換え力、これを言うときはこういうふうにも言えるとか、こういうふうに表現することがあるなっていう、こう置き換え力っていうのかな、そういうのが得意な人って言語伸びるよねっていう話をしたりとかね、そして非常に盛り上がりました、私のその手話の先生もあんまり教科書とかは使わないタイプの方で、使うことは全然できるんですけど、一番伸びるのはやっぱり自然な会話の中から覚える表現だよねっていう考えで、私も全く一緒です。いっぱい教科書もあるし実際使ってますけど、いわゆる喋れるようになりたいっていうね、日常会話できるようになりたいとか、そういう方でそのビジネスのこう定型文も覚えるとかね、そういうことじゃなければやっぱりどっかのテキスト買ってくるよりも本当に言いたいことを言う練習をした方がいいと思います、日記書くのも含めてね、ということで実際今日は超自然な先生との会話の中でこういった表現、次のページもあるんですけど、こういったことをやりました。で、私間違ってるのもあると思うんであんまり気にしないけどね、それこそなんか絵の練習しなきゃっていう表現を覚えたんですけど、アメリカンサインラングエッジっていうアメリカの手話と日本手話と両方を教えてもらってるから、これは英語の方で覚えたんですけど、 I must、should と need と must の指の動きはほとんど一緒で強さが違うっていうのを聞いて、それも面白いなと思いましたけどね。私がやらなきゃっていうニュアンスだったので I must で、practice、 練習しなきゃっていうのは人差し指をこうやって磨く感じ、practice で、drawing は何通りかあるみたいなんですけど、 drawing、 小指でこう書くみたいなやるんですね。で、 I must practice drawing ですね。writing はこれでいいんだけど、 drawing は小指なんだってとか、いろいろやりました。これから実は私は復習をするので、
全然まだメモを見ながら言ってるだけなんですけど、まあそう、先生との自然な会話の中でいろんな表現を学ん でただ重要なのはメモ全然取らない人いますけど、取らないんだったら頭の中に留め置くしかないし、そうじゃないんだったら隠ししかないですね。喋って終わりだと多分意味ないので、メモは取ってほしいです、結構オンラインだとメモを取られてるかどうかって確認がしにくいので、あれやったのになって思うことがたまにあるんですけど、やっぱり絶対忘れない自信があるんだったらいいけど、ちょこっとメモくらいはして、そしておさらいはした方がいいんじゃないかな。私のやり方の説明なんで別にいいんですけど、押し付ける気はないんですけど、韓国語を勉強してた時もやっぱりそうでしたね。さささってこう何をやったかだけ一応書いて、それで後から、なるべく早くですね、終わってちょっと1時間くらい時間取れれば一番いいんですけど、そうじゃなかったらなんか他のことやって、で夜とか、次の日とか忘れないうちに一回おさらいするっていうのがおすすめですね。一応ね、いろんな言語やってきた私ですので、その秘訣をね聞きたいという方いらっしゃれば、私はそういうふうにやっていますね、なので理想はこういうふうにレッスンが終わった後、30分から1時間くらい時間を取れればいいですね。ただ勝手に手話にハマってやってるだけじゃないかって思う人もいると思うんですけれども、私はこの体験を通じて、それはもう先生にもお話ししてあるんですけれども、英語を教える上での新しいアプローチにできたらなとも思っています。例えば今日出たんですけれども、 See 見るっていうのと Look と Watch は意味が違いますよっていうことをよく私も説明するんですけれども、いや考えたこともなかったとか、なんか先生に聞いたけど全部見るだって言われましたとか、そういうお声が多いんですね。手話ではもう明確に動きが違います。See はもう目の端にこう入ってきちゃうから See See で、Watch の場合は両目でしっかり見るのでWatch, watch ですね。動くものを見る、スポーツの試合の観戦とか、あとは家で映画を見るときとかね。映画館は座ったらもう目に入ってきちゃうからSee なんですけど、家で DVD 入れてはい見ましょうっていうときは Watch ですね。それから Look のときは、焦点を初めてそこで定めるので Look だから At なわけですよね。前置詞が LookAt なんとか、 See の時とか Watch の時は前置詞取らないですけど、 Look の時は Look at なんとかだから、その対象物が必要だとかね、そういうことも手話の説明を聞いて、私がレッスンの中で英語の使い方、いろんな単語の使い方を説明する上でも役立つなっていうことを確証しました。とにかく楽しかったです。楽しいですね、これからちょっと、前回のグループレッスンの時もそうですけど、メモを見てちょっと不安なところは YouTube とかネットとかで調べて、で、動画で残すと思います。手話なので、メモはもうこのままにして、このままの配置の方が覚えているかもしれないなと思うので、自分が、はい、前回の私のメモがこんな感じですね。動画なんですけれども、見えるかな。スマホを脇に置いてそこで調べて、動画を確認して、それで自分もそれをシャドーイングっていうんですけれども、真似してみるっていうね。で先生に一応お送りしてみていただいて、全く違うよっていうのが3つくらいあったので、それは取り直すという感じですね。他のはちょっと違うところもあるけど、次回っていう感じで今日教えていただきました。今日の方がたくさん覚えたので、復習の時間は、前回はレッスンの合間を10分×3くらい使って30分くらいで終わったんですけれども、今回は多分まとめた時間で1時間とかそれくらいは
欲しいなと思いますね。調べてで残さなきゃいけないから、うん、でもそうですね、明日、そうだな、今日はジャパンタイムズアルファを読む会が10時に終わるので、その後か明日午後かですかね。実は明日友人のお見送りに羽田にもう一回行くことになったので、まあ、その合間とか前後で1時間くらい取れればなと思っています。私は手話で、皆さんは英語とかその他の言語っていう違いはあると思うんですけれども、その何でしょう、メモの取り方とか復習の仕方とか時間の作り方みたいなことが参考になればなと思って、少しこれからレッスンがあった日はシェアしていこうかなと思いますので、たまに覗いていただければと思います。はい、それでは次のレッスンが5時からなので代々木のオフィスに向かいたいと思います。